皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年1月の23日、14時45分、ちょっと撮影、途中で、失敗しましたので、撮り直ししています。最近、辞職されたニュースが放送された谷川、よいちと書いて、違う読み方をされてた方だとは思うんですけども、80何歳の方です。よいちさんと、あと、塩谷さんという、塩谷さんかもしれません、読み方。白髪の、メガネをかけた、老人の方なんですけども、あと、岸田総理との受け答えとかで、ちょっと話を、したいんですけども、まず、いわゆるキックバックがあったとされる金額が、4000万円を超える金額であったと、谷川さん。で、他の方たちとかも、百何十万あったりだとか、1000万円を超える方たちも、何かいらっしゃいましたと。で、かたや本日のそのインターネット記事では、岸田さんが、万博のあり方についてっていうことを、議論するような内容のものが記載されてたんですけども、これ根本から言いますと、結局エネルギーの残存量問題からの話になってくるんですよ。もちろん被災地の件もありますけども。で、谷川さんの件に関して、昨日の放送されてた内容で、途中で音声遮断されてたんですけども、最後の方は、私も、すごい小さな音声に最後の方されてたんですけども、エネルギーが、その石油とかガスがね、100年持ちこたえれれば、いいと。それが私の夢だったっていうようなことを言ってるんですよ。それが昔僕が言ってた内容だったのか、それとも、谷川さん自身もそうだったのか、もしくは両方の意見だったのか、ちょっとその辺のところは、しっかりとは分からないんですけども、長崎県出身の方なんですよね。長崎でも IR 法がどうこうとか、カジノがどうこうっていう話があって、一部のインターネット記事では、長崎県カジノしませんっていう内容、いつも私見たことあります。で、話がちょっとだいぶごちゃごちゃしていると。で、そもそも万博丸ごといらない、IR 自体がいらないっていうことになってくるんですけども、だからそれで安倍政権の時に IR 関係に関する法律が通ってしまってるから、だから安倍派がまず、ああいうふうに、いろいろ東京地検の方から、起訴されてる方は、何名か出てきています。で、そのただちょっと普通に考えて、その政党交付金のそのお金の使い方のその収支報告書に記載漏れがあったっていう内容で放送されてるじゃないですか。もともとね、会社の経営陣だった人とか、裁判官だった人とか、弁護士さんだった人とかが集まってきて国会議員になってるんですよ。もちろん地方議員から始めて、例えば市議会議員から始めて県会議員になって、それから国会議員になられてる方もいらっしゃいます。で、そういう人たちの集まりでね、本当に記載漏れなんかすると思います？普通の考えで。税務署とか我々が行って、確定申告したときに、まず記載漏れなんかないじゃないですか。一応聞いた通り、こうこうこうなんですけどもって聞いて、で、いろいろ書いていくっていう内容ですけども、基本的には税務署の方に聞くので、記載漏れなんか出てくるわけはないはずなんですけども、その、元裁判官とかね、弁護士さんとか会社の役員の人たちとか、地方議員から始めて来た人が、その、記載漏れなんかすると思います。多分それ万博のチケット云々とかの話だと思うんですよ。そのちょっと前にその経団連の徳田さんが、700万枚のチケットを確保しただとか、なんかよくわからないニュースが流れてる。で、それをどうするのかとか、そういう話が、いまいち、はっきりとよくわからない。
その販売しなきゃならないっていうことなのか、それによってその議員さんたちが政党交付金で、買い込むことになったの か、 だかそれがあの記載漏れとして扱われたのかとか、いろんなケースが考えられるじゃないですか。その、万博のチケットをそれで、ばらまいたりするんだったら、それだったら公職選挙法違反とかにもなってくる可能性もあるじゃないですか。で、じゃあどっからどこまでの話になってくるんですけども、例えば票欲しさに今まで必要ではなかったものを急に立法府で通して、で、仕事を与えて、で票を集めて、議員という高額な所得を得ようとした、もしくはもう形的に見るともうそう見えるようになっていると。だから、そう考えた時に、まあ、他にも高速道路運動の件とかもありますよ。で、それを考えたときに、じゃあどこからどこまで公職選挙法違反なんだとか、政治資金の収支報告書に該当するのかっていう話になってくるじゃないですか。記載漏れがあったっていう話に関して。だから、まあ、その辺のところで、まあ、方向性としてはね、塩谷さんか塩谷さん、その眼鏡をかけた白髪の方の議員さんは、僕からの、心の声の方でね、その万博なんかもついていらない、運用全然問題的にっていう、その万博という条約をなくさなきゃならないっていうことに関して、なくすっていうことを明言したんですよね、記者会見の場で。それはあくまでもその僕との受け答えだけで、これは僕から言わなかったら他の人たちもどう聞こえてたのかどうかは、まあ分かる人と分からない人がいたり、もしくは全員分からないかもしれない、私が言わなかったら。だからその辺のところで、以前のニュースも、その以前もその谷川さんがこう報道陣に囲まれて いろいろ聞かれてる映像も以前あったような気がするんですよ。でそれで、長崎に関して、そのカジノはしないっていう記事と、そうじゃない記事の2種類があるんですよ。話が、どうなってるのか僕もわかんないんですよ。本当に。だから、それをどちらを見ても、一回、その、万博やめましたの話があったとしても、万博、ね、しますだとか、カジノしますだとか、そういう記事が流れてきたら、後から流れてきたのが本当かってなるでしょ。だから僕も見ていて何が何だかよくわからないんですよ。その書類見なかったね。正直もう書類を公開してもらわなかったらわからないんですよ。何のこと言ってるのか。普通に考えたら。だからそんな一時記載漏れなんかあるわけないじゃないですか。例えば秘書の人にしたとしても。秘書をどういうふうな人間を、多分そういう方向に議会が進んでしまうと、捕まってしまうから、言い出したやつを秘書にしてしまえたとか、そういうような話になっていたのか、だからいろんなケースが正直考えられます。だから建設業界もそれで仕事が来てるっていうのは事実であって、その万博だけじゃないんですよ。まあ、この家の近くのその物流センターとかね、物流センターの横に新しく物流センターを作るというわけわかんないことをし始めてるんですよ。もう何年も工事してますよ。丘切り開いて、山削って、とんでもない面積。それはもう、私は神戸市民ですけども、すぐ隣が西宮市なんですけども、西宮市に阪神物流センターっていう物流センターがあって、そこもね、言うほど仕事ないんですよ。で、もともとある物流センター、使っていればいいし、もともとそこの物流センターって黒猫山と一つだけだったはずなのに、黒猫山との集配所が二つになってるんですよ。そのもともとっていうのは、僕は高校生ぐらいの頃でしたから、阪神淡路大震災の後ね、こっち側に引っ越ししてきて、まあ、その年で18歳、まあ、17歳の頃に阪神淡路大震災で被災して、高校2年生、17歳。で、1月の17日でしたから。で、その年、僕8月9日生まれなんですけども、その8月9日、1995年で、18歳かな。あれ？ちょっと僕の方で、0歳から始まるから、間違えてますかね。その年に高校2年生なのかな。
ちょっとその辺のところだんだんややこしくなってくるんで、まあまあ、とにもかくにも、まあ、高校生ぐらいの頃、だいたい1995年か6年ぐらい、黒猫ヤマトに夏場、昼間ですよ、アルバイトで働きに行って、夏休み、もうこの辺に引っ越ししてきてからだから、阪神・淡路大震災の絶対後なんですよ、仮設住宅暮らしで。で、その時に黒猫ヤマトのそのお盆の時期だけ、そのお歳暮とか、お歳暮って言ったらいいんですかね、夏場こう何か物を送ったりする風習っていうのがあったじゃないですか、もともと。で、そういった時期が、まあ、ちょっと忙しいから、まあ、期間的にアルバイトの募集があって、まあ、まあパートタイマーでもいいですよ。まあ、どちらでももう今、六法全書の方でも、パートタイマー、アルバイトみたいな形になってますから。で、そこで、勤務していって、たところが今綺麗になってるんですよ。だから一回立て直すために黒猫ヤマトをもう一個作って、で、もう一箇所だから、阪神物流センター、まあ岡場寄りの方のところと、田宇治駅寄りのところに2箇所にあるんですよ。もともと一つだけだったと思うんですよ、黒猫ヤマトさん。それほど配達するものなかったはずですよ。っていうのはすぐ、例えば、離れたところにも、また別に集配所とかあるんですよ。八田町？吉尾インターチェンジ？まあ、地元の人間ぐらいしか分からないと思うんですけども、それよりもう少し、田んぼの間の道を通っていって、進んでいった右手の方にあるんですよ。まあ、少し、右折して、左折して、まっすぐ走っていって、まあ、道沿いに曲がっていった時の右手になるんですけども、まあ、そのままの道ずっと行ったら、まあ、横川の方に行く道だったと思いますね。いや、だから、いや、そんなに運ぶのないでしょって。いや、人口ずっと減っていってるのにっていうところで、結局、エネルギーの残存量問題の話を、ほとんど報道の人たちはしないでしょ。社会全体狂うんですよ。一般人の人は覚えないから。だからエネルギー使ったら危ないんだ、自分たちの将来のエネルギーがなくなるんだっていうことが根本的に、頭から抜けてる。だから例えばね、世界国勢税の原油の埋蔵量と採掘可能年数のところとか、この辺の内容もね、ちょっとだけ一部載せますんで、見れるように。まあ、これがね、まあ、2013年ぐらいのデータで、まあ、この本自体が2014年から15年のものなんですけども、結構国あるでしょ？あるでしょ？で、それが、これが昨年、2023年から2024年バージョンで、まあ、2020年末現在のところなんですけども、もう表記されてるのこれだけの国なんですよ。こっちは原油の消費でまた別の欄なんですよ。だからもう表記がなくなってる国多数なんですね、ここ数年間で。でこれが現実であって、だからその谷川さんの件に関しても昔もこう責められてるようなところがテレビで放送されていましたから、本当に今議員でいらっしゃいますかっていう部分もありますし、だからインターネットのウィキペディアの内容とかもなんかこれ本当かなって、いや年齢がねもうすでに80歳超えられてます。それまあ麻生太郎さんもそうなんですけども、年齢80歳超えてるじゃないですか。二階さんもそうですけども、二階さんも80歳ぐらいだったと思うんですけども、いやもうそれぐらいの年齢じゃそんなに難しい仕事っていうのあるじゃないですか。で、皆さんどう思います？もっとなんかもう正式な書類ね、オープンにして、あと検索ワードで、どういうふうな検索ワードを入力したらパソコン上で見れますとか、それ必要でしょ？そんな方無理じゃないですか、はっきり言って。テレビって一瞬しか、一瞬の記事の一部とか、その正式な書類の一部とかしか見せなかったりするから。
だからこれが僕は根本的から全然わからない話で、エネルギーの残存量問題に関してね、みんなしっかりとした、最終的な答えって分かってるはずなのに、国会で IR 法が通ってしまった。しかもカジノというものがワンセットで。決めるのは国会議員の方たちですから、だから投票された方たちですよ、責任者は。IR 法に関してね。じゃあ、みんながみんな、エネルギーの残存量問題なんかどうでもよくなっていたから、あんな法律作っちゃったんですかっていう話なんですよ。これ、カジノ抜きでも同じですよ。複合施設っていうの。だって人口減っていってるんだから、複合施設なんかもう今さら必要ないんですよ。だって、倒産の雨あられなんですから。大きな企業だけ残ってるから、そこの会社名だけ見てみんな安心してるだけで、実態違いますから。例えば百貨店とかでも、その地域のある程度の距離のところにある2つの百貨店のうち、片一方を閉店して、もう片一方が残って、それで純利益出ましたって言ってるんですよ。で、もっと言うと、人材派遣会社の人たちとか、機関雇用の人たちを、ね、忙しい時だけ雇って、あとは切り捨てて、で、純利益が出たって言ってるだけで、これが世の中の実態であって、エネルギーの残存量問題とか大真面目に取り組まなきゃなんないのに、複合施設なんかもういらないんですよ。作ったら作ったら新しく店をオープンしたら、今までもともとあるところがまだ建物もね、大して老朽化もしないし、綺麗なのに、倒産することになるじゃないですか。でしょ？だからもう何が何だか正直よくわかんないんですよ。だって報道の人たちだって本当のことなかなか言わないでしょ？まだウクライナとロシアが戦争してるだとか、イスラエルとパレスチナがとかわけわかんないこと言ってるでしょ？パレスチナの方なんかね、イスラエルかな？パレスチナの方かな？アッバス議長さん、もう87歳ですよ。もう生きていらっしゃるかどうかわかんない。で、生きていたとしても政治なんか絶対無理な年齢ですよ。すごく昔のニュースをさも今起きてるかのように放送してるその報道機関がね、もうみんなやけになって自分たちの我がの金稼ぎに走ってるとしか見えないんですよ。まあ、僕は本当のことを追求しようとして頑張ってるんだから、報道機関の人たちもみんな自分でね、率先して本当のことを言ったらいいんですよ。だからさっきの国の数見たときびっくりしたでしょ。2013年、7年間で、だから、半分近くの国の表記が消えてますね。これは本当の話。まあ、それプラス、本当のところ、まあ、ある程度まとめてるのかもしれないですよ。複数の国を一つの国に。それ昔もしてるんですよ。日本は7割の原油をサウジアラビアから買ってたことになってたでしょ、長い間ニュース。例えばここ10年ぐらい前から数年間にわたって。内訳は違うんですよ。アラブ首長国連邦とかからも買ってるんですよ。で、まあその辺の国の事情でサウジアラビアいや、僕もよくわかんないですよ、その辺のところ。ややこしいんで。アラブ首長国連邦って、まあ、いろんな、首長のね、集まりの国であると。で、だから、もともとサウジアラビアとどういう関係だったのか、云々とかでそういう表記をしていたのか、今はちょっと違うんですよ。けど、またそれを元にね、戻そうとするような人たち、表記の仕方を、7割の原油をサウジアラビアから買ってることにしたりだとか、それされたらね、石油の採掘可能な量とか、数字ごちゃごちゃになるでしょ？みんな、わけわかんなくなりません？だ、そこをしっかり分けとかなきゃならないじゃないですか。なぜそういうふうな形になったのかなっていうのは、あるんですよ。国境線を引いてる以上、そこの国の採掘可能埋蔵量として見てもらわなかったら、最悪、正直陸続きの国って地下で繋がってるでしょ？石油。
どのようなカウントの仕方をしているのかと、あと、地下何メートルまで掘れるのか、2万メートルなのか、3万メートルなのが限界なのか。普通に考えてね、地下に3万メートルですよ。じゃあ、振り子運動とかで、原因はね、採掘できるようにはしてますけども、だから、どういったらいいんですかね、電気とかは使わないでね、振り子運動で。それしなかったら、原油をね、例えば今だったらロシアが1万5000メートルそこまで掘ってくれてますけども、そこから原油を汲み上げるのに電気なんか使ってたら、汲み上げてる意味ないじゃないっていう話になるじゃないですか。汲み上げるのにエネルギーがいるから。その辺のところで、社会全体がなぜそうなってしまったかのところの謎は今でも僕もありますね。で、河川水門改式ダム発電とか地下水流トンネル発電に関して、だから2015年に河江杏里さんが来た時に、その件の話を河江杏里さんはしたかったのかもしれない。だけども、仕事のことで来たんですけども、で、こちらは聞いてたのは、いや、結婚問題の件の方が先だっていうことになってますけども、だったんですよね。だから話がどこで何がどうなってたのかっていうのは全く分かんないんですよ。ぜひちゃんと連絡先を教え合ったらよかったんですよ。こっちではこうなってます、ああなってますってこと電話で話した。で、その結局河合案里さんもなんか公職選挙法違反みたいな形で刑事事件化されてたでしょう。もともと旦那さんの方の河合さんの方は、昔多分フルツーラーパークで会ってるはずなんですよ。1997年か8年。名前にちょっと覚えがあると。だから、僕抜きでの話とかいきさつをまるっきりなしにしてしまってるから、世間もね、世間様もよくわかんないみたいな形になってるんじゃないかなと思うんですよ。で、そこでテレビ見てるときに出演者にああ言われた、こう言われたの話とかもあるから、それをオープンにしたらいいっていうことになってくるんですよ。そうしなかったら根本がわからないっていうことと、テレビ出演者の人が何言ってよくて何言ったら悪いかっていうところの区別ができないのと、結局それは元をたどっていくとエネルギーの残存量問題が頭の中に入ってないっていうことになるんですよ。それがあったら、あと人口はね、極端に縮小していってると。そういう実質的な経済原理とかもあって、その件を全てワンセットで考えたら、テレビに出た時にわけのわかんないことを言うわけがないんですよ。例えば海外旅行云々だとか。ね、エネルギー残り少ないんだから、海外旅行なんか遊びに行っていいわけないじゃないですか。でしょ？仕事でも本当に行く必要あるの？っていうようなところで物事進めるしかない。基本的にそこの人の国の人たちに任せればいいんだから、仕事の内容を教えた後は。で、今のところは、今回動画でアップロードさせていただいたのは、本当に谷川さんっていう方まだいらっしゃったのかどうか、だから80何歳超え。選びます、有権者の方たち。いや、もう70後半とかで選挙してるはずだから、それだったら。それ後半の人投票します？されます？まずされないでしょ。テレビの映像とかで昔の映像だいぶ混ぜ込んだりしてるじゃないですか。もう見ていても僕もわかんないです、本当に。何が何だか。だからその谷川さんがね、言ってた石油とか、ガスが100年先まで、維持できれば、それが自分の夢だったとか、昔僕が二十歳ぐらいの頃に言ったかもしれませんけども、言ったと思うんですよ。その件をおっしゃってるのか、自分もそうだったのか、その件があったから自分も出馬したんだとか、そうだったかもしれないし、もともとその人は建築業界にいたんですよ。谷川余一さんというような感じの、書き方なんですけど、建築業界で昔ね、仕事が、
なくなってきたからということで議員として出馬された方なんですよ。だからその文章は時間にゆとりができたからとかそういうふうな書き方をされてるんですけど、仕事がなくなってきたから議員になったっていう、そういうケースなんですよ。だ建設関係をある程度の段階の時にかなりこうブレーキかけてたはずなんですけども、エネルギーの残存量問題的にね、余計なものばっかり作ってますから本当に。この事態をその国民の人たちも含めて正しい知識をまず持っていただいて、そのどう対応していくかっていうことをしっかりと考えなかったらもうめちゃくちゃですね。まあ岸田さんは万博反対派なんですよ。だから選ばれてるんですけども、だけどもその万博の開催が近づくにあたって岸田さんが叩かれてるでしょ。で岸田さんも呆れてるんですよ。だから僕が電気自動車のことを言った時に、俺たちの意見はもうちょっと違うっていうことで、みんな電車パスと思って急にあの集まってる議員同士でこうエンジン込んでね、まあ、その映像がちらっと流れたんですけども、まあだからまあ僕の方も車の生産台数を年間、今まで生産していた年間の半あの生産量を100分の1まで、下げるしかないっていうことを今はっきりと言ってるんですよ。出回ってる車が世界中でも15億台も出回ってるんですよ。去年だけで8500万台以上生産されたので、それもヨーロッパの一部の国のトラックとバスの生産量はよくわかんないから数字に組み込まれてないんですよ。あと南米の、南米丸ごと、もう何台作ってるのかよくわかんないですよ本当に。でもう二輪車とかの数とかも入れたらこれ1億台近く年間生産されてるっていうことになるんですよ。絶対無理でしょこんな世の中。新車で買ったものって交通事故を起こさない限り10年くらいは乗るでしょ。まあ10年間消費拡大しっぱなしじゃないですかっていうことなんですよ、ガソリンの消費。だからすぐに電気自動車化に切り替えなきゃなんないし、みんな電車バス等にしてね、世界に変えなきゃなんない。仕事でどうしても必要な人以外、まあまあ今回はその谷川さんの内容とそのあとは塩谷議員さんは心の声で私の方から呼びかけた時に、その万博もこのままの勢いでなくすしかないっていうその内容に関して、塩谷さんは、まあ、塩谷さんかもしれない、なくすっていうことを明言して頭下げてるんですよ。だからそれが自民党としての責任の持ち方なんでしょうけども、正直若い人の議員さんとか分かっていなきゃなんない。基本的にまあ谷川さんなんかもだから80何歳で除名除籍っていうことになってたんですけど、これも以前も同じようなケースだったような気がするんですよ。もう何してるのかよく分かんないんですよ本当に。責任問題でその議員としてその出なきゃなんなくなって借金返済のために議員してたのか何なのかよく分かんないんですよ。その建築業界として作ってしまったがゆえの責任の持ち方として、その辺のきちっとした話まで社会にマスコミの人たちで公開していただけませんか。じゃなかったらもう何が何だか全然分からないです、ニュース見ていて。以上です、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。